はい、それでは再開いたします、えー、さて今度は169ページの2説で、非、えー、扶養者の、えー、改正点ですね、鍵の1番、えー、夫婦共同扶養の場合における非扶養者の認定について、まあ、その取り扱いっていうのが、まあ、今まで、えー、ふわっとしていた部分があったので、まあ、その明確化したという話になります。まあ、そのふわっっととしててるる、まあ、夫婦が養っているお子さん えーっていうのをどっちの被扶養者にするかということで、まあ、特定に時間かかってで、まあ、結果、無保険状態になってしまうみたいなことを回避するためにです、ねまあ、基準を明確化したという,いう話になっております。でその枠の中の内容を見ていくとまず枠の中丸の一番ですね原則的な扱いが書いています。夫婦とも被保険者である場合。 に関してですね、まあ、この夫婦とも被保険者であるよという場合については、被保険者の年収が多い方の被扶養者とすると、いう原則的な扱いになっています。例えば A と B というですね夫婦がいて、で550万450万っていう年収だった場合ですね。でこのうち A がそのお子さんを自分の被扶養者にしたいっていう,ふうに届けだ 届け出をした場合は、まあ、A の方が年収多いよねっていうことで、まあ、それでそのまま被扶養者になりますよっていうのが丸一番の話ということになります。で、この年間収入に関しましても、まあ、その基準っていうのが明確化されまして、これ格好書きに書いてある過去の収入や現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものであるということで。 明確化されております、まあ、向こう1年、えー、どれぐらいもらえるかなっていうところでですね判定すると、えー、いうことです。まあ、それが丸の1番、えー、ですね。で一方でこれ丸の2番が、まあ、いわゆる年収が同程度のケース、えー、です。で、まあ、以前はあの同程度の場合は届け出した方っていうことで書いてあったんですが同程度って具体的にどれぐらいだよっていうのがですね、えーまあ、その保険者の間で そのまあ認識がまちまちだった部分があったっていうところで、まあその明確化したっていうですね。ことになります。で、その基準が1割です。え、丸の2番夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の oeo の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、まつまりそのお子さんですねそのお子さんのがどっちに被扶養者になるかっていうのを。まあ早いとこ決めるためっていう意味で届け出により。 えー、主ししててすすするるる者のの被扶養者とするととと届出した方のになるよいいうことで書いてます、まあ、例えばこんなケースっていうことで A が年収450万で B が年収410万っていうことで、えー、この A のが少ない B のが多いっていうケースで,でその A がお子さんを自分の被扶養者にしたいっていう届け出をした場合ですねでこの時 A と B の年収を比べると1割以内に収まってるわけなんですよ。 と、えー、いうことで、まあ、考えた場合、えーえーまあ、A のが年収少ないけど、えー、その B に比べて1割以内に収まっているので、えー、届け出をした A の被扶養者にしてあげますよという取り扱いっていうのが、えー、丸の二番っていうですね、えー、ことでお考えください。 で逆にじゃあ1割を超えているって場合どうかっていう話なんですが、まあ、これはこの下段のケースですね。A が400万で,で B が450万っていうです、ね、ケースになりますでこの場合はあの1割以上の差が1割を超える差がついてしまっているということになりますのでこの A が自分の被扶養者にしたいっていうふうにまあ届け出した場合であっても、まあ、いやいや その一割、こういった差がついているので、A の非扶養者にはできませんよ、という、ね、判定になってくるというのが、今回の基準の明確化。認定問題は、事例のご紹介ということになります。以上、非扶養者の共同扶養の場合の認定基準についての解説です。